勝水城、昭水城は、徳島県板野郡藍住町、勝水、阿波国板野郡昭水にあった、日本の城、平城。平城跡と、館跡が2001年、平成13年に、国の史跡に指定され、その後の発掘で新たに確認された部分が2007年、平成19年に、追加指定された。阿波国の守護所であり、近年の発掘調査で、 その繁栄の一端を伺うことができた。現在も断続的に発掘調査が行われている。勝水城は鎌倉時代から安土時代まで淡路国、佐抜国、淡波国の政治、経済、文化の中心地として天下の勝水としてなおなし、日本の中世史上重要な城跡である。旧吉野川の南岸の自然堤防城に位置し、東側には 今切れ川、南側には湿地帯に接している。現在は吉野川の本支流に囲まれた吉野川平野の低湿地帯中央部に位置するが、当時は湿地帯が多く、川幅も広く攻めにくい地形であったと思われる。海岸線も現在より内陸部にあり水上交通も便利で、キー水道を隔てて景気にも便利の地であった。当地域は暴れ川、 四国三郎の分子流の多い場所で、平地の要塞というよりも、守護な館、成長としての性格の強い城で、城の構えは広大であった。室町時代の守護所のプランをよく伝える貴重な遺構である。中世地方都市としては類例を見ないほど、城下町が繁栄し、細川市九代、三好市三代の約二百四十年の根拠地として、歴史の舞台となった。 かつ水城は、三好氏の母大寺である、建商寺の境内地にあり、城跡は、東西約80メートル、南北約60メートルの方形で、周囲は幅14メートルの水溝がめぐり、一部土類が、原村し、細川氏の守護所、三好氏の館跡であったと思われていた。しかし、近年に行われた、発掘調査によると、中富川の戦いの時に急増された爪の城。 最後の取り出として気づかれた可能性が指摘されていい。2017年、平成29年4月6日、俗日本百名城、175番に選定された。追記年代については、諸説あるが、最も早くは、上級の乱の後、阿波守護になった小笠原町清が守護所を設けたという説がある。その後、南北町時代の1362年、 南朝、昌平十七年、北朝、上時元年一月、室町幕府の官僚、細川清氏は、聖夷大将軍足利義明により追放され、四国に逃れ佐抜国の白宝城に立てこもり反乱を起こし、この時阿波の官僚、細川頼幸は、秋月城を居城としていたが、幕名によって、これらを討伐し、四国を平定した。阿を三分割し、 東佐ぬは頼行に西佐ぬを弟の細川雷優へ、そして阿波を弟の細川千春に与えた。もともとこの地は生間省と呼ばれていたが、戦勝を記念して地名を勝水に改称したと言われる。頼行は翌1363年、南朝、昭平18年、北朝、常時2年に秋月城から勝水城に移り、 その後は和氏後細川氏、三好氏の歴史を綴ることになる。ただし、1340年、南朝、広告三年、北朝、略王三年に、細川和氏の隠居城として築城されたとする説、細川三少略伝、1338年、南朝、広告元年、北朝、略王元年に、細川頼春が築城したとする説、細川岡城記などの遺説も存在する。 その後、頼り行きは上洛し、聖意大将軍足利義満を補佐し三官邸の一人として、幕府の実権を握り、天下に号令することになる。この頃、京の屋敷を、官僚館や、上館たちと称したのに対し、勝水城は、阿許館や、下館と呼ばれ、その城下は賑わったと言われる。特に七大城市の細川茂行の活躍は目覚ましく、1462年。 干渉3年に官僚代となった頃から中央政府にも積極的に関わり、応仁の乱では兵8000を率いて上落したという。また細川重幸は東山文化を代表する文化人であり、公家、僧侶、学者、歌人、伝下師、書家、絵師、芸能人などの交友があり、城下にはこれの人たちの来友も多く、 京都と直結した文化都市として機能していたと日本上を各体系は指摘する。王仁の乱後の日本は戦国時代となった。官僚、細川正元は大きな権力を持っていたが、政元に子がなく、養子として、関白、九条正元の子である、細川清の、あわしごかから細川住本、やし家からは、細川高国の三人を迎えたが、三者の間で、 後目をめぐる争いが起こり、栄正四年、1507年6月に、清野の勢力は正元を暗殺してしまう、栄正の作乱。正元を殺害した、清これが家徳を継いだが、それを良しとしない住本は、重臣の三好これらが徒兵を挙げ、敬に攻め上り、住行を討ち取り、家徳を継いだ。ところが、 津王国に逃れていた前征医大将軍足利義種は大内義沖、細川高国の助けを借り、大軍を率いて上落する。両軍は、永正六年、1509年6月計、尿意ヶ岳付近で衝突、合戦、尿意ヶ岳の戦いとなり、住本は破れ、阿波に撤退した。この争いの結果、足利義種は将軍に返り咲き、細川高国は、官僚職、 大内義雄は官僚代に据えられた。その後両軍は、深井の合戦、足芦河原の合戦、船岡山合戦など、幾度と合戦となるが、栄章16年、1519年11月の、小清水城の合戦で住本は勝利、これ町が京都を占拠したが、翌栄章17年、1520年の当時の戦いで高国の反撃に遭いこれ町は、負け死去。 住本は、摂津から、張間国を経由して、阿波に逃れたがそのまま病没した。一時期勢いが薄れていた阿波法であったが、勝水城の上司は、細川持高となり、これ町の孫三好元町が、三好氏の当主となると、次第に異性を盛り返し、足利義綱、細川晴元、住本の子を報じて、再挙を図った。大英六年。 1526年12月境から上陸、桂川原の戦いとなり細川高国を経から、駆逐し、協力4年1531年2月中島の戦い、大物崩れとなり、天ヶ崎で宿敵、細川高国を廃止させ、細川春元を官僚職につけた。栄章の作乱から始まった養子三兄弟の争いは幕を閉じることになる。しかし、 その三好元町は、飯森城の戦いで、細川春元によって滅ぼされてしまった。三好元町の息子である三好長慶は、江口の戦いで慶より、細川春元を追放、十三代征夷大将軍に、足利義輝を、官僚職には、細川氏綱を付け中央政権を握った。1552年、天文十一年淡方では、 勝水城の上司は引き続き細川持隆が取り仕切り、その重心として、三好長慶の弟、三好十九が平権を握っていた。ここに少将という人物がいる。三好機によると少将は、絶世の美女と評されている。細川持隆は少将に溺れ、防備を怠り七肉林の生活を続けていた。小少将が産んだ、 細川正幸ぐるお家騒動もあり、天文21年、1552年8月、三好十九は無本を起こし、細川持高を自害させ、勝地城上を奪取した。ここに、阿波法細川氏は滅亡した。その後、少々将は、三好十九の夫人となり、以降、大型伝と名を改めた。その三好十九は1562年、永禄5年、泉国に出軍し、 含めたの戦いとなったが戦死してしまい、その子、三好長春が、かつ水城の城主となった。三好実急が亡き後、大型電はますます妖艶さ磨きがかかり、三好氏の下心傷城城主篠原次遁と通じ、人目をはばからぬ乱林ぶりであったと伝わっている。これに憤慨した上桜城城主篠原長久が、次遁を戒めたが、反感をかい三好長春の残言により、 上桜城の戦いとなり、攻め滅ぼされてしまった。関心に惑わされ、中心だった、篠原長房を討ち取った、三好長春は、日夜終焉にふけり、政治も混沌としていた。三好氏が、織田信長の出現によって徐々に、畿内より遠ざかっていき、かつ水城でも、三好長春の辛抱が衰えていくと、重臣たちも離れていき、1576年、天正四年、 細川正幸が突如、勝水城を出本して自立図ると、1577年、天正五年に、三好長春は、細川正幸を奉じる、小笠原聖介らの軍勢に、勝水城を追われ、同年3月に、長原の地で自害して果てた。しかし、これが、長我壁氏を、阿波国に誘引する結果となり、1582年、天正十年、 長蘇壁元地下の侵攻を受け、中富川の戦いとなり長寿の弟、東郷有保は、佐野帰国に敗走し、城は、同年9月21日敗城となった。敗城に伴って、勝水城を防備してきたいた、西城、姫田城、西城城等の市場も、運命を共にした。長蘇壁軍によって破却された、勝水城は、徳島城追記の際に、石類や、 遺構の多くが持ち運ばれたという伝承が残っている。阿波国の国侍は、堺や兵庫に上陸して戦い、戦いに疲れ阿波国に帰国し傷を癒して、また海を渡る拠点となっていた。かつ水城であったが、その約240年に渡り続いた歴史に終止符が打たれた。上域は、行政区画である地東招致と地西招致を合わせた部分と、ほぼ一致している。 その形は、付近の自然堤防と一致しており、中世都市を思わせる地割りが残り、北から西にかけて土塁を巡らし、この土塁は防御施設だけではなく旧吉野川の洪水にも備えていた。南側はと、自然堤防と、背後湿地の境に沿って堀があり、南限を区切っているが、さらに一定の距離を隔てて、南千間堀と呼ばれる堀跡が残っている。現在の堀は、 農業用、排水路として残しているものの、狭くなり、土類も大部分は削られている。また、かつ水城は、中世の城閣ながら、かなりの規模の城下町が形成していたと思われ、東西、約2トル、南北1 5トルに達していた。大門跡から、八神西の西町には、数多くの社寺があり、城下全体では27火事があったとされ、寺町を形成し、北方には、 市場があり、物資が集散し、その東側には馬詰めがあり、群馬を養っていた。城下には、武家屋敷や、町や、職人町もあった。かつ水城石の北側には、小地名で、渡りという地名が残っている。ここは、堤防が湾曲して入り込んでおり、簡易な湾岸施設が想定されている。城域の中央部に、水郷で囲まれた、三好市の母大寺。 検証寺が残っている。長方形で一般的には本丸と呼ばれている。平城としては保存状態はよく南北約60メートル、東西約84メートルで、堀の幅は埋められて狭くなっている部分もあるが16メートルという部分もある。堀の森土は土類や本丸の盛られたようで、周りの土地に比べて2から3メートル高くなっている。検証寺は 江戸時代中期に、三好市歴代の墓を一箇所に移転してきたものである。かつ水城跡は、三好氏の母大寺である、建商寺の境内地となっていた。1994年、平成6年に行われた発掘調査で、城は16世紀末に作られ、短期間のうちに廃城となったことが明確になり、中富川の戦いの時に急増された爪の城として、築かれた。 資料等に、鎌倉時代から残されている、かつ水城を明確にするため、地名の再検討、伝承の検討、明治時代初頭の地積図、1945年、昭和20年の米軍航空写真を使い、地割りの復元をした結果、現在の本丸跡から南へ150メートルの地点に、東西約120メートル、南北約150メートルの方形区画が見つかった。 その確認調査として、藍住町教育委員会と徳島県教育委員会により1997年、清9年から2000年、平成12年まで発掘調査が行われ、掘り幅約12メートルに囲まれた東西約120メートル、南北約150メートルであることが明確となった。この館の構造、出土遺物の質、量から三好実球の館跡と,と推定されている。 本丸と呼ばれる、勝水城石と三吉十九の館跡は、勝水城管跡として、国の史跡に指定されている、2001年1月29指定。勝水城石8568.38メートル、勝水城管跡33246.96メートルが、指定範囲となった。また2004年、平成16年から2005年、 平成17年の発掘調査で、この館から南方向に東西40メートル以上、南北30メートルの池跡が発掘された。発掘庭園としては、日本国内最大級の池庭となる。中央には、岬があることから、池全体は、津の字のような形をしている。小さな石が巣浜に敷き詰めてあり、護岩には、石積みがされ、景色に演出がなされていた。 2000年、平成12年から2001年、平成13年では、勝水上間跡の東側を発掘調査を行い、大規模な礎石建物跡が見つかり、館跡はこれより東側に広がる可能性が出てきた。2004年、平成16年からは、室町路満床水再生プロジェクトが開始され、規模を拡大して発掘調査が行われることになった。2007年、 平成19年2月7日、館跡の東側部分8800メートルが国の史跡に追加指定された。大規模な堀で区分けされた複数の車からなる複角式の館跡であると推定されている。1999年、平成11年に行われた発掘調査では、車の一つから枯れ山水庭園が発掘された。 形跡は十二個で五十センチメートルから一メートルの小ぶりの石で組み合わせず単独で配置されていた。この十二個のうち九個は緑色変岸で吉野川南岸の四国山地に多く見られる。また、この北側にはこの庭園を干渉するための解消の建物跡が発見された。規模は、桁行き市両間島半で柱間寸法は一メートル十七センチメートルを 測る。その会所は、テラスのような施設が想定され、形跡まで約3メートルに位置し、継承するのに最適に位置する。この庭園の造原年代は河原家などの湿土物より16世紀後半と考えられている。また廃絶の時期は、会所と同時と考えられ、会所の礎石の周辺からは大量の炭化物、焼けた壁土を含んだ層が覆われ、礎石や、 形跡の一部に熱を受けた痕跡が認められている。このことから枯れ山水庭園や解所は火災によって廃絶したと考えられている。この年代では、1582年、天正10年、長祖壁元地下の侵攻を受けたが、この時に火災によって庭園及び解所は廃絶した、可能性が高いと考えられている。それ以外の意向としては、河原組井戸が2つ出土した。 このような形式の井戸は15世紀後半境で始まり大阪で普及したようである。河原家の検出例から16世紀後半以前に掘られたものであることが明確になった。徳島県内では江戸時代以降に河原組井戸の出土例があり、かつ水城には早い時期からこのような技術が入っており、堺とのつながりが考えられる。また掘りから a 禄7年。 1564年の記念名が入った外場が発掘された。その他、羽子板や、漆ルや和歌が彫られたスズリなど、多数の遺物が出土している。かつ水城にはいくつかの市場、手白が備わっていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。